こんにちは、バーチャル古典オタクの米津周波です。学生の皆さん、ご進学おめでとうございます。今回は古典をどうやって勉強したらいいか悩んでいる方に向けて、古典オタクの僕がおすすめしたい古典の勉強法をお話しします。ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。まずお伝えしたいのは、学校の定期テストのための勉強と、模試や共通テストのための勉強は少し異なるということです。学校のテスト範囲が教科書の内容であれば、その文章の内容を理解することが一番です。ということで、まずは学校のテストのための勉強法をお話ししますね。はじめに原文を音読してみましょう。そして次はその内容を考えていきましょう。自分で古語辞典などを使って現代語訳をしてみることももちろん大事ですが、それだけで内容を理解するのは難しいかもしれません。僕のチャンネルでは教科書に取り上げられている古文の内容を解説している動画も投稿していますので、もしテスト範囲が被っているときはぜひ活用してみてください。直訳ではなくアニメーションに合わせて意訳しています。ネットで調べてみると現代語訳をしてくれているサイトがたくさんありますので、そういったものを調べてみるのもいいかもしれません。とにかく内容を理解してください。現代語訳を暗記する必要はありません。内容が分かった上でもう一度原文を読んでみてください。そうすると初めに音読した時よりも読みやすくなっているはずです。それでも意味のわからない単語は出てくると思うので、そういう時はその単語に印をつけて最後にまとめて意味を調べてください。誰の行動なのか、誰のセリフなのかが原文だけでイメージできるようになれば完璧です。その古文の内容が分かっていれば、助動詞の意味も敬意の方向もそんなに難しいものではありません。ひたすら暗記をする必要もありません。きっと高得点が狙えるはずです。次に、模試や共通テストといった範囲のわからないテストを受けるとき、さっきみたいに内容を覚えてテストに臨むということはできませんね。まず1つ目、最も大事なのはテストの出題方法に慣れること。これはどの教科にも言えることですが、特に古典は問題のパターンが決まっています。予想問題集もたくさん出ていると思います。なのでまずは過去問や問題集を解いてパターンを覚えましょう。では2つ目、ある程度問題に慣れたら古語を覚えていきましょう。これはどうしても暗記が必要になります。ここが一番大変ですが、それだけ重要でもあるので、僕のおすすめの暗記方法をお話しします。古語を単体で覚えようとしてもなかなか頭に入らなかったり、なんとか覚えられても文の中で出てくると一気にわからなくなることもあります。そんな時は例文で覚えてみるのがおすすめです。源氏物語や大鏡などの例文を用いて古語を覚えるという動画を僕のチャンネルで公開していますので、よろしければ活用してみてください。それから、これは向き不向きがはっきりするかもしれませんが、百人一首で古語や助動詞を覚えてみるのも一つの手です。百人一首の良いところは一首31文字しかないことと、全部で100首しかないことです。100首もあるじゃないかと思われるかもしれませんが、長文の文学を原文で読むことに比べたらはるかに楽です。1日3首ずつ読めば1ヶ月ちょっとで終わります。和歌と日本語訳に目を通して知らない古語があったら、その単語の意味とどのように使われているかを考えてみましょう。何種か頭に入れておくだけでもだいぶ役に立つと思いますよ。出題パターンに慣れて古語を覚えられても、やっぱり実際に古文のテストが始まったら全然古文が頭に入ってこないという方もいますよね。そこで3つ目、古文に慣れることです。できるだけ古文に慣れる機会を増やしてください。古文に慣れるには教科書や問題集を眺めてみたり音読したりするのがいいと思います。普段使っている現代語とは全然違いますので、同じ日本語なんだから読めるはずだと思わないで古文の特徴をつかむ必要があります。そして古文に慣れてきたところで4つ目、古典の背景、文化や人間関係などを知ることです。現代とは文化が違いますので、古語の意味が分かったところで長文だと情景をイメージすることが難しいですよね。そこで僕の動画を見たり、現代語訳された本や漫画を読んだり、どんな方法でも構わないので、昔の人たちはこういう生活をしていたんだというのをできるだけ知ってほしいです。古典でよく出てくる時代の人間関係も少し頭に入れておくのがいいと思います。そうすれば知らない文章でもそれが帝の行動なのか仕えている側の行動なのかというようなことがおのずとわかるようになります。登場人物さえ抑えられれば、古語が完璧にわからなくても内容が大体わかってしまったりもしますので、暗記が苦手な方にこそおすすめです。
ということで今回は僕がおすすめしたい勉強法についてお話ししました。いろいろありましたが、やはり一番は苦手意識をなくすことですね。僕のチャンネルの動画では古典の文法は二の次で、できるだけ内容や背景に焦点を当ててお話しするようにしています。あまり勉強だと思わずに、まずは古典の世界を知るために僕の動画を活用してもらえたらとても嬉しいです。今後もお楽しみいただけるように頑張っていきますので、よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。